甘い香りまだ残る僕ん家に、すれ違うようにやってきた手紙、それはたった三つ先の駅から遠回りでやってきた手紙、丁寧に書かれた丸みのある文字は何気ない挨拶で始まり、僕を責めるでもない柔らかい文字は君の隠れた悲しみを運んでくる、僕のさよなら。